リカさん、おはようございます。おはようございます。本日もご視聴ありがとうございます。彼女は弊社で一番腰の低いギャル服店長。本日のリカコアはこちらです。パイピングラグランティー、ここがパイピングになっているねっていうところでございます。あとはこのカラーはこの広面積のところがくすみカラーっぽくなっているので、うん、白じゃないです。そこも可愛いポイントだと思います、うんうんうん、白じゃないとちょっと大人っぽい感じにもなりますよね。おや、やばいぞ。やばいぞこれ。あれ行っちゃうか。出川さん、はい、ここなんて書いてあります？これはイーアドミットです。僕が悪いです。ポイントありますよ。ここだけ愛が太いのでちょっとボイスを大きくしないといけないっていうポイントはあります。ボイス、ボイス、声の大きさ。いいアドミットです。私はこちらのネイビー使います。ではお願いします。はい、失礼します。ガラッと変えてきたっすね。はい、ガラ替えで行きました。こっちはだいぶしんみりしんみり、落ち着み落ち着みで。ポイントお願いします。はい、で分かる通りこのレースのキャミワンピーになってます。レースの範囲っていう話でございます。シンプルに着るよりこれ1個挟むとグッとおしゃれに見えるっす。です。うん、言ってくれよそれ自分で。グッとおしゃれに見えます。あとはこちらのネクタイですね。この巻き方流行ってるっす。いいえ、流行らせます。センス感じるっす。正解かどうかわかんないですけど。みんなで流行らせていきましょう。ゆうねはどうですか？ここにこういうなんか眉毛みたいな。すごいわ。こうやってかけたら、トンボみたいになります。可愛いと思います。女性の中だと縁なし。そうなんですよ。なんだかよくわかりませんが、多分それもエコー。エコなんだ。気がないのエコだと思います。最後に、皆さんレースはお持ちですか？ご自宅のカーテンを見てください。レースついてませんか？そのカーテン巻いちゃいましょう。そしたらリカーコアの出来上がりです。キリキリっすね。エコなんで使えるものは使っていきましょう。リカーコアコーダでした。閉めた。どうしよう。